こんにちは。会社や店舗、フリーランスの動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。本日の動画なんですけど、お客様の声ということについてちょっとお伝えしたいと思います。私の周りでよく感じることなんですけど、経営者さんがどうしてもやっぱり売るということに非常に注力を注いでるのはすごくわかるんですけど、お客様の買う側の心理っていうところをあんまり理解されてないなっていう、そんなことを感じること多々あるんですね。そういえばお客さんの声ってうちのサイトにもないなとかね、そういうものが売るときにないねっていう風になったら、ちょっと続きにご覧になっていただきたいなと思うんですけど、お客様の声っていうのはある種の次の購入される見込み客にとってみればめちゃくちゃこう言ってみれば安心材料になるわけですよ。実際にね、私たちもよくやることなんですけど、知らない土地に行ってちょっと飯でも食おうかって言って、どの店に入ろうか、もうこの時の心理からまずい店に入りたくない、まずいものは食いたくないんですね。満足したいわけですね。そこで気になるのが、こうお客さんがその店を出てきた瞬間に、すいません、ちょっとよそから来たんですけど、この店美味しいですかって言うと、あ、美味しいですよ、あ、そうなんですよ、有名なんですよ、あ、もうここ地元ですごい有名ですよ、なんて言うと、どうです、はい、安心していきますよね。これ店の店員に聞いて、ここ美味しいですかって言ったら、美味しいとしか言いようがありませんね、まずいですなんて絶対言わないので、そこがやはり売る側と実際に購入した側、食べた側というお客さんの立場っていうものがあるとすごく分かると思う。どっち信じますかって言ったら、もう当然もう食べた人とかね、購入した人の話を聞くと思うんですけど、そういうところを考えていくと、今インターネットで物を買う時代になってきてますので、ネットで買うときにお客さんが買うか買う前かの瀬戸際になったときに、お客さんの声っていうのがものすごく信用度が選ぶ理由になってきます。そこでそのお客様の声っていうものがあるんだったらいいんですけど、ない場合ぜひお客様の声を作る作業に入っていってください。はい、ということで終わります。レッツゴーだ。